どうもです。公園大好きおじでございます。今日はね、こちらの公園を散歩していこうと思います。よろしくお願いします。いろんな種類のね、セミの鳴き声が聞こえておりますね。それではスタートです。いや、この公園もね、久しぶりですね。まあ公園散歩自体ちょっと久しぶりなんですね。今年はもう結構暑かったっていうところもあったんで、スマの方の方がね、熱暴走しがちだったんで、まあ、この新しいスマホに変えてからはまだ撮影しなかったんですけど、まあ、同機種使ってたんでね、多分熱には弱いだろうなってところと、私の体調不良ってところもあって、来なかったんですけども、今日はね、9月の6日でございます。うちのね、ワンコが亡くなってから2年かな、命日になりますので、2回ぐらい散歩しに来たこちらの公園にね、ちょっとまあその当時のことを思い出しながらお散歩しようと思ってやってきた次第でございます。だからね、心の中にはいつもまあ、ワンコがいるんですけども、散歩してる気分でね、歩いていきたいと思います。ここはね、実際ね、うちの子連れてきたのは2回ぐらいかな。ただね、普段来ない父親も連れて来たこともあったんで、そういった意味でね、また違った思い出がね、あります。いや、セミの音が聞こえるかな。今日はね、まあいにくの、まあ向こうがちょっと青空あるんですけど、雨なんかもちょっと降ったりしてね、朝方はちょっと外出るのやめようかなと思ったんですけど、昼ぐらいからちょっと雨がやみましたんで、まあちょっとね、ハードオフでもちょっと行ってこようかなっていうところで、まあ外に出てきました。まあ今日帰りにでもね、実家に寄ってちょっとお線香で曲げてこようかなとは思っております。やっぱりね、落ち葉だとか、まあ、雨上がりなんでちょっと汚らしいですけどね、道はね。本当はね、毎年ね、カブトムシをね、探しに行くのよ、公園に。だから今年もちょっと行きたかったんだけどね、ちょっと行けなかったっていうところがあるかな。ここもね、ちょうど歩いてったんだよね。まあでもやっぱり散歩は気持ちいいわ。まあちょっと雨降った後でジメジメしてはいるんですけど、気温は下がってきてますし、この自然の中を歩くっていうのがやっぱりね、気持ちいいな。まあまだ暑いんですけどね、これから徐々に秋めいてくると思うんで、そうなってくるとね、散歩もしやすくなってくるんじゃないかなと思うんで、またね、散歩動画ちょっと撮っていきたいなとは思っております。もうでも早いもので9月ですからね、あと10、9、10、11、12、あともう4ヶ月ぐらいで今年が終わりになってしまいますよ。なんだかんだあっという間だったな。なんか今年は特になんかいろいろあったじゃないですか。なので、まあ3月、4月、5月、6月とこう、まあ、来てるわけなんですけど、なんだろうかな、その当時はやっぱりなんかゆっくり時が過ぎてるなっていう感じがあったんですけど、もう9月に入っちゃうと、もうなんかあっという間だったなっていうような感じもしないでもないな。だいぶやっぱりね、皆さんも気持ちの方にゆとりと言いますか、なんかそういった部分ね、危うい部分がちょっと出てきてるような感じもね、
受けますけども、でもそれはもう一部の人間かなと思ってます。なんかいろいろね、会社の人間でも他のところでもね、人と話す機会があるんですけど、やっぱりしっかりね、できる限りの対応っていうのはね、皆さんしてますね、やっぱりね。だからやはり心のどこかではね、しっかり恐怖っていうものを持って生活してるんではないかなと思うけど、でもそれってすごいストレスになるよね。だからだんだん気の緩みなんかが出てきちゃうのもなんか仕方ないし、ね、まあずっと気にしててもしょうがないんでね、うまく付き合いながらっていうところですけども、まあ今日はね、ちょっとワンちゃんの命日なんで、まあ堅苦しい話というか、重苦しい話はそこらでやめといて、ちょっとね、ワンちゃん散歩を妄想しながら歩いていきたいと思います。あ、ちょこちょこセミは止まってるね、やっぱりね。音が聞こえるだけあるわ。帽子とかミンミンゼミとか油ゼミとかいいのかな。いやー、あそこで縄跳びなんかして遊んでるな。セミもなんか必死に鳴いてる感じだよね。今でももう沖縄だとか九州とかはね、ちょっと台風が来てるのがちょっと心配ではあるんですけどね。そこのね、銅像があるんですけど、そこからまっすぐね、道が一本伸びてるんですけど、そこをね、うちの家族がワンコを連れて歩いてたところをね、写真撮ったのがどっかにあるんですよ。スマホに入っていると思うんですけど、あれが結構いいアングルでね、良かったなと思ってるんですけど、あれどのスマホに入れてあったかな。デジカメとか撮ってるといいんだけどね。これでもこういう感じで、球場とか広場もあるんですけど、もう何回もね、動画撮影はしてるんですけど、向こうにはね、遊具あるん で、駐車場もね、向こうにもありますね。で、健康器具なんかもあるんで、まあ、それはもうだいぶね、汚くなっちゃってますけど、ここですね。このまっすぐ伸びた道をね、うちの家族がワンコを連れてね、向こうに歩いていくってところを、写真で収めてるんですけど、そのアングルをね、すごい覚えてますね。懐かしいな。ちょっとね、一つ後悔があるとすると、散歩にね、まあ、ずっと実家にいたわけじゃなくて、途中から一人暮らしとかもしてたわけなんですけど、元気なうちにあんまり散歩ってしてなかったんですよね。元気っていうのが当たり前だから、いつでもできるみたいな、めんどくさいからとかそういうのがあって、まあ、たまには散歩行くんですけど、で実際散歩よく行くようになったのは、ワンちゃんが具合悪くなってからね、体調壊してから、まあ、闘病生活長かったんで、その間でちょっと元気がある時とかは、ちょこちょこ散歩に連れて行くようにしてたんですけど、もっとね、元気のうちからね、結構ほら、可愛がるっていうのはみんなするんですけど、お散歩だとか、おトイレの片付けとかさ、洗ってあげるとか、そういうので結構ね、めんどくさい人とかも結構多いと思うんですよね。だからそういうところもしっかりやってあげればよかったのかなっていうね、少なからずの後悔があるんで、今ね、元気な、こうね、飼ってる人
人はね、もっとね、ワンちゃんと触れ合って、まあ、散歩に限らずですけど、しっかりね、面倒を見てあげてほしいなとは思っております。ちょっとね、雨パラついてきたね。今日はこの後ね、もう一箇所ブックオフに行って、で、実家で線香をあげて、買い物して帰ろうかなっていうところです。ここね、交通公園もあるんですよ。ここも撮ってるんですけど、こういう感じで信号だとか標識とかね、踏切とかあるんですけど、ここも以前ね、動画撮影してるんで、探していけばこの交通公園で遊んでる親父の姿がね、見れると思います。ここはね、まあ、ここはっていうか、こっちには来てないんですけど、さっきのね、遊具あるところにね、ダウンタウンのね、ガキの使いでね、撮影に来てたんですね。多分ね、YouTube 見るとね、動画がどっかに前あったんで、今どうかわかんないですけどね、残ってましたよ。この紫の花が咲いてるの綺麗だな。そうそう、もうこう秋になってくるとコスモスだね。今年はだからひまわりもチューリップも見に行けなかったんだけど、コスモスもでもあれか、なかなか難しいかな。お花がいっぱいあるところはね、まあ人が少ない穴場のところをちょっと探して行けばいいんですけど、まあそういうところも知ってますんで、あとはね、彼岸花なんかも9月ですから、そろそろね、まあ今暑いんでちょっと気温的なところでどうかわかんないんですけど、彼岸花もね、咲いてくるんでね。彼岸花でもちょっと怖いんだけどね、なんかホラーゲームに出てくるやつだからさ、テントウムシに襲われた。だけどね、赤い花で綺麗は綺麗だけどね。もうトンボとかも出てるね。こういうところもね、夏の朝とかだったら入っていくとなんか樹液とかも出てるから、カブトムシいそうだけどね。確かね、ここの階段もね、上まで登って、途中にね、休憩所みたいのがあったのかな。そこまで歩いて登っていきましたね。懐かしいな。こういう感じでね、向こう側からね、大回りで回ってくるとちょうどいいね、散歩コースになってますね。まあランニングコースでもありますけども、もうちょっとで一周かな。ところどころカットはしてるんですけど、まあゆっくり公園と交通公園も回ると30分もかないか、まあでも20分以上はね、歩けるコースだと思いますよ。はい、じゃあそろそろね、一周になるんで。で、ここね、桜が綺麗なのよ。だからお散歩来る時もね、桜の時期によく来てました。ワンコとね、散歩に来た時も桜の時期かな。はい、ってことでね、今日はね、うちのワンコの命日ってことで、思い出のある公園、お散歩公園にね、思い出しに来ました。楽しいお散歩できました。ご視聴の方ありがとうございました。散歩大好き、公園大好き、おいでした。それではまた別の公園でお会いしましょう。バイバイ。